こんにちは、コウスケです。こちらは Web 系フリーランスとして東北地方で月40から50万稼いでいる僕が、フリーランスの働き方、個人の稼ぎ方、フリーランスの近況報告などについて話しているチャンネルです。ラジオ感覚で聞いてもらえたら嬉しいです。今回はですね、仕事なんてしなくていいっていうタイトルで話していこうと思うんですけど、仕事って本当に大して重要じゃないんですよね、人生において。これを聞いてるあなたがもしこう仕事のせいで自分のしたいことができてないっていう状態なら、ぶっちゃけやめてもいいと思います。で、仕事に自分の大事な時間を奪われていませんかっていうところで、ちょっとあんま話したくないんですけど、何かのいい経験だと思ったのでここで話そうと思うんですけど、ちょっと飼っていた猫のお話をさせていただきます。で、うちで飼っていた猫が今の撮影日の、約3週間前ぐらいに亡くなっちゃいました。で、この猫は僕が10歳の時に家に来て、で、約17年ですね、ずっと一緒にいたんですけど、17歳なので猫の寿命から見たら結構年はいってるじゃないですか。でも年は取ってたんですけど、結構直近までご飯も食べてたし、普通に歩いてたし、まだ寿命は先だと思ってたんですよね。で、なんか聞いた話によると、亡くなった当日も全然朝は普通にご飯を食べていたらしいです。で、それがね、うちの猫が4月の頭に亡くなっちゃったんですけど、僕3月すごい仕事が忙しくて、それが落ち着いたら久しぶりにね、その祖母の家で猫いるんですけど、祖母の家にも行こうかなと、猫にも会いに行こうかなと思っていろいろ準備してたんですけど、そうですね、僕の仕事がもう1ヶ月でも早く落ち着ければ会えたかもしれないし、もしくは猫がね、もう1ヶ月でも長く生きていれば最後ね、立ち会えたなって思いつつも、そうですね、その辺が分かってれば最後もう1回ぐらいね、ご飯もあげたかったし、なんか猫がよく撫でてこいって言ってくるので、なんか猫がね、最後満足するまで撫でてあげたかったなとかは思うんですけど、あともっと言うなら、なんですかね、その日が決まっていたなら別に3月どんだけ忙しかったって言ったって、別に忙しい合間を縫って会いにも行けました正直。でもそれは叶わず、最後に会う間もなく、火葬されてしまったわけで、またね、後日お墓に行こうとは思っています。ぶっちゃけ僕はなんかこういう時にいつでもこう自由に動くために会社を辞めたのに、結局ね、仕事のせいで自分にとっての大事な、タイミングとかをこう仕事のせいで人生左右されてるなと、いろいろ悲しくなってしまったタイミングでもあり、純粋に、17年ね、一緒にいた猫だったので、すごく悲しい気持ちにはなりました。これはね、僕の話ではあるんですけど、これを聞いているあなたも多分こういう経験って今後、今までも起こったことなくはないと思いますし、これからも、起こらなくはないと思います。で、あと僕は、こういう言い方はしたくはないですけど、僕は、言ってもペットだったじゃないですか。これがもしも、僕含めですけど、あなたのなんか大切な家族とか、あなたの大切な友人とか、あなたの大切なパートナーとかが、いざなんかそういう最後のタイミングとかまで言わなくても、なんか大変な時とかいざとなった時に、仕事とどちらを優先できるか優先するかっていうお話と、あとはその何かあった時に自分は、仕事よりもそっちを優先したいと思ったとしても、果たしてその自分の、権力というか自分の判断でその仕事を優先しないっていう選択を取れるのかどうかっていうのを、ちょっと今回の経験を踏まえて改めて自分自身も考えたいなと思ったところでした。あともう一個だけ、体験談でもないんですけどお話しさせていただくと、僕の友人のお話です。僕の話でもあるんですけど、3月の17日の夜11時ぐらいに、東北で震度6の地震があったんですよね。覚えてる方は覚えてるかもしれないんですけど、震度6なので僕の住んでるところもめっちゃ揺れました、本当に。ただ僕自身は被害はほとんどなかったので、その地震が起きたっていうので結構家族とか知り合いとかいろいろ連絡していたんですよね。で、そしたらその一人の後輩が地下鉄が止まって帰れなくなったって言ってたんですよね。で、それ聞いて僕は車持っていたので、その後輩2人いたんですけど、この2人とも後輩を車で送っていきました。で、その時に後輩が言ってたんですけど、後輩はこういろんな人にその地下鉄止まっちゃって帰れなくなったから、まあ、車とか持ってるいろんな人に連絡したんだけど、全員に断られたと言っていて、でその時に、言われたのが、夜遅いし明日も仕事があるから今日は勘弁してほしいって言われたらしいんですね。まあ、その地震があった日が平日のね、こうど真ん中の、しかも夜11時の話なので、まあ、この話、その明日も仕事あるから今日は勘弁してほしいっていう言葉、共感できる人もまあ多いかもしれないんですけど、まあ、僕はめちゃくちゃ違和感あったんですよ。まあ、でも冷静に考えて、だってリアルタイムで苦しんでいる友達よりも明日の仕事を優先してしまうんだと思って、やばくないですか？すごいな、そういうもんなのかと思ったし、しかもほとんどの人がそうなんだっていうのにちょっとびっくりしました。じゃあこれを聞いてるあなたに聞きたいんですけど、あなたは同じ状況になった時、友人の安否を優先して車を出すか、仕事を優先してそのまま寝るか、どちらかって言われたらどっちですかね。まあ、あとこういった、僕の経験談だけじゃなくても、聞いた話ですけど、僕の友人の先輩はなんか出産に立ち会いながら企画書を書いていたとかいう話もあります。まあ、そんだけね、まあ、僕のその猫の話も含めてですけど、仕事ってかなり人生を侵食してる人多いだろうなっていうことは思ってます。最近思いました。その猫の一件で。でこれで、まあ、ここまでいろいろ喋りましたけど、まあ、今回の結論はだから仕事辞めようっていう話ではなくて、まあ、生きていく上でお金って必須じゃないですか。じゃあお金を稼ぐ上では仕事ってしなければいけないですよね。なのでその仕事っていうのは絶対、生きていく上ではしなければいけないことなんですよ。まあ、ただそのお金とか仕事ってあくまで生きる、手段であって生きる目的ではないですよね。これを聞いてる方の中で自分は仕事をするために生きているっていう人いますかね。多分なんかそれ以外に家族との時間とか、まあ、ベッドの時間とか大事にしたい時間ってあると思うんですけど、で、まあ、その仕事のせいで友人の危険を放っておく人とか、仕事のせいで家族の最後に立ち会えない人とか、まあ、そういう人もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、正直言うともはやそれって生きているって言えない状態なんじゃないかと僕は思います。まあ、会社のために働く機会でしかないんじゃないかと、ちょっと言葉悪いかもしれないですけど僕はそう思います。なので、まあ、仕事はしなければいけないんですけど、だから仕事はするにしてもせめて働き方を選べる人になった方がいいんじゃないかなと思いました。まあ、週5、8時間固定勤務って、ね、すごい働きすぎだと思うんですよね、僕は。でしかも会社で働くと場所も人も、時間も縛られるわけじゃないですか。やばくないですか？そんな状況で働かなければいけないってすごい理不尽だと思うんですよね、僕は。僕は地震があった日は後輩の送迎で、まあ、正直1時間程度寝るのが遅くなっちゃったんですけど、でも別にその分翌日1時間長く寝て、でその次の日の仕事は全部1時間ずつずらして、そのまま働いてたんですよ。でもこれはまあサラリーマンというか会社員だとできないわけじゃないですか。別にいい悪いはないですけど、できないですよね。で僕自身はやっぱその時間が選べるだけで、まあ、そういうある程度の融通も利くようになってきました。で会社員でいる人はやっぱこう会社に依存して仕事をしてしまっている以上、そういった融通は利かないですし、会社が9時に会社に来いって言ったらもうそれに従うしかなくなってくるんですよね。まあ、だからこそ、まあ、このチャンネルではもうずっと2年かけてずっと言ってますけど、一人で働けるスキルを身につけましょうという話になってきます。一人で働けるスキルがあればもう最悪会社からクビになる覚悟で自分の判断で動けるじゃないですか。たとえ会社が何て言おうとも、今自分の家族が大事な目に遭ってるんだ、大切なタイミングなんだっていう時に別に会社放り投げて、まあ、自分の時間を大切にしてもいいわけじゃないですか。その周りの人に迷惑がかかるかもしれないんですけど、でそれができないって、その会社からこう首を切られた時とかにその新しい働き口とか収入口とかがなくなっちゃうからできないと思うんですよ。まあ、最悪会社首になっても自分で働けるわって思ったらそういう判断できると思うんですよね。もう上司の言うこと聞かなくてもいいやとか、まあ今日ぐらいはさすがに家に帰りたいとかいうのもできると思います。でするかしないかは置いといて、自分の中でできるっていう判断が持てるっていうのが大事だと思ってます。はい、なので、一人で働けるスキルがあれば、たとえ会社にいても自分の判断で動けるようになるし、あとは、もちろん独立すれば、働き方は完全に自分次第になります。僕も、正直一緒に働く人も、働く場所も、働く時間も全部自分次第でやってます。またはいつもね、僕もまだなんか完全にね、自由じゃないんだなとちょっと思った、きっかけというかエピソードでした。その猫の話は。悲しいですけど、しょうがないし、猫はね、これ最後まで生き延びた、しっかり最後までおばあちゃんと一緒に、過ごしたと思うので、それはそれで置いといて、はい、ちょっと話に戻します。で、僕はまだ完全に自由ではないですけど、正社員時代と比べたらかなり自由にはなりました。で、今回の話を聞いて、確かに今自分仕事中心の生活になってるなとか、そういった仕事中心の生活卒業していきたいなって思っている人は、ぜひこの後の特典聞いていってください。はい。で、僕の、チャンネルでは最後まで聞いてくださった方限定で特典が3つあります。それを紹介します。1個目が、副業スターターキットというもので、副業の始め方を12000文字で徹底解説した電子書籍になっています。こちら、本来2980円で販売しているんですけど、無料で1つお渡ししておりました。で、そのお渡しは公式 LINE でやってますので、概要欄のリンクから気になる方はぜひ公式 LINE 登録してみてください。これ登録するだけでも全然、個人で稼ぐ。そんないきなり月数十万とかは稼げないですけど、まずその最初の1件、最初の数千円とかは稼げる、ステップは身につくと思います。が、1個目が副業スターターキットです。で、2個目が限定動画講座ですね。個人で働く上で必要な情報ってのを4日間にまとめた限定動画講座になってます。こちらも公式 LINE 登録者限定でお渡ししてたので、気になる方は概要欄のリンク見てみてください。で、3つ目が、特別講座のご案内です。5万円マップという僕が、月収5万稼ぐまでを、サポートする特別講座になってます。こちら、有料になってますので、お金払わなければいけないならいいやっていう方は別に気にしなくて大丈夫です。無料の部分だけもらってください。ただ、有料でも自分で稼ぐ、経験してみたいとか、最初は不安だから誰かにサポートしてもらいたいっていう方は、ぜひこちらの案内も楽しみに待っていただければと思います。はい、今回の話は以上になります。タイトルとしては、仕事なんてしなくていいっていうタイトルにはしてるんですけど、しなくていいというか、仕事よりも大事なことあるよねっていう話です。大事なことがあるからこそ、仕事ぐらい自分の、判断で選べるようになる方がいいんじゃないのかなというお話でした。はい。あまり喋ってもちょっと悲しくなってくるので、今回はここまでにしようと思います。ここまで聞いてくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。